はい、そのチャイナの話ですね。はい、中国軍対外拡張、こちらですよね、打ち出すという、習氏改革ということなんですが、こちらも続けて深い。これね、国土防衛型から外交型、外に向くっていうんだけど、ね、これは私が読めば侵略型ということですよね、うん、拡張型ということであり、はい、今ね、世界を見渡してね、一番の帝国主義、侵略主義、軍国主義、はい、植民主義をやってるのは間違いなくチャイナですよね、うん、これは間違いない。それから国内のね、その人権状況、人間の自由とか人権の状況、はい、まあだからこれあえて人権という言葉を使わなくてもね、人道上ね、一番問題のある国がこれチャイナであることも間違いない、うん、今日後でね、 お知らせのところで今度のあのウルムチ大虐殺のね、はい、デモが今度7月7日にありますんで、そのこともあのお知らせしますけども、とにかく特に少数民族と言われている人たちに対するね、はい、この弾圧もひどいことになってる、でこれをね、まあ、今までもそうだったんだけど、堂々と今度はね、防衛型からね、うん、侵略型に変えると、拡張して出てくんだよということ、世界に対して俺たちはこれから侵略するんだよと宣言して、ね、宣言したに等しいですよ、うん、これは。でね、だけどね、この南シナ海の問題なんかにしてもね、まあ近隣諸国との摩擦が一層強まりそうだって、もう強まってるし、ますます強くなってくる、はい、でアメリカは今度トランプ政権になってから、あのフリーダム・オブ・ナビゲーションね、航行の自由作戦は7回目かな、はい、なんかやったんですけどね、ついにイギリスやフランスも海軍派遣してくると、で南シナ海が公の海じゃなくなったらえらいことでね、で日本もね、僕はそれに本当に参加すべきだと思いますよ。だってあそこはもう日本の生命線だもん、イギリスやフランスの生命線はないんですよ、あそこにはね。そういうことがね、国会で議論すらされない。ね、僕はね、前向きの野党がいたら安倍政権に対してね、あそこの、ね、航空の自由作戦、日本も海上自衛隊派遣して参加すべきじゃないですかという形でね、安倍政権を批判をね、していただくと非常にいいんじゃないかと思いましたけどね、かすりとも音がしないんで、そんなことは。それもね、藤井さんでいつ選挙出るんですか。いやいやいや、それでね、このね、そんな付き合いはないですよね。ロシアね、おなじみですから、もう。おなじみ。これに比べてね、やはりね、ロシアをなんとかアメリカが抱き込んでいきたいって、やっぱり表の一番の出来はチャイナだと、これはアメリカの国防方針にもですね、国防戦略にも書いてあることなんですよね。でもって、今まで問題の IS を片付きました、次はチャイナと、でチャイナの子分の北朝鮮という順番になる。だから北朝鮮脅威というものもね、アメリカのやり方はね、北朝鮮とチャイナの間にくさびを打ち込んで、そしてもって北朝鮮が非核化に応ずるならば、そしたらこれは在韓米軍撤退というシナリオ、まあ、僕はそういう可能性が大きいと思うけども、で、むしろね、北朝鮮の方が北京と距離を置きたいと思ってるんだけど、北京の方にめちゃめちゃ近づいちゃってるのが逆に文在寅さんの韓国の方っていうね、ちょっとねじれ現象、北朝鮮はちょっとアメリカ側にね、行こうかなって言って、韓国のはアメリカの同盟国だったのに、そんなことを忘れて北京の方に近づいてるっていうね、ねじれ現象がね、朝鮮半島で見られます。しかしこの外交型ということはイコール侵略型と、はい、我々決意を固めてね、井上さんと僕も全く同意見なのはね、日本人の頭の上に3発目の原爆を絶対落とさない、はい、これはもう日本国民のコンセンサスになるべきだね、そのためにいろんなことをどうしなきゃいけないか、具体策はいろいろあるでしょう、はい、だけどそれが国民がみんなね、国民の悲願はそれだと、イスラエルもね、マサダの砦は二度と落とさないというのが、ね、国民の悲願ですよ、それで全て他の国の外交方針、国防方針決まってきてるんでね、日本も3発目の原爆は絶対に日本に落とさせないと、そのためにはあらゆることをやるということで、これは国民の、ね、コンセンサスになるべきですね。井上さん、いかがでしょうか。僕はこの記事を読んだときに、違ったのってびっくりしたんですよ。だってこれ中国軍の内部教材で、国土防衛型から外交型に転換し、対外拡張の意図を明確にしていることが3日分かりましたって、僕もっと昔から分かってました。もっと昔から、ね、もっと昔から分かってました。生まれた時から知ってますよ。生まれた時から僕知ってますよ。それは嘘でしょ。いやいや、外交型に転換してって、転換ってしたの、いや、前からそうなんですよ。はい、どうしたのこれ、いやもう、まあそうですよね、つい最近のことじゃないはずですよね。なんかね、驚いて見せるみたいな感じかも。はい、うわすごいわって、前から知ってたやんか、
いやすごいですね、隠していた爪を出してきたということで、ということはもう恥も外聞もなくね、やりますよと宣言して、対外拡張の意図って、これ共同通信は書いてるけど、まあ、侵略の意図と言い換えてもいいわけで、で一帯一路にしても AIIB にしても、それの経済面なんですよ、それ帝国主義政策をやります、あのウイグル人が言ってましたけど、ウイグルは今やね、世界に残されたね、この植民地だと。みんな植民地でなくなったと思ってるけど、そうじゃなくてウイグルやチベットはこの中国共産党政権の植民地化されてんだと。で要するに帝国主義的なね、もう19世紀型のヨーロッパがやってるのはね、植民地主義をやってる、僕はそういうふうに理解することが正確だと思いますね、全く僕も同意見ですね、こういうその現状っていうか本当に今の置かれている、あの中国国内っていう言い方をするんだけれども、それは今勝手に彼らが国境を引いてるだけで、そこに苦しんでいる人たちはたくさんいらっしゃるわけでね、でこういう話を全くそのメディアでほとんど全く聞かないね、なんか出ないじゃないですか、いわゆるマスコミには出ない、どういうことなんだろうと思う。だからその人権だとか正義だとかね、人命だとかというようなことを重んじる人がね、そのこと中国のこういう人権弾圧とかに関しては一切こう押し黙るって一体どういうことなんだと、おかしい話ですよねこれ、全くダブルスタンダードもいいところだね、ダブルスタンダードもいいところです、本当、これは僕はもう、しっかりとね、ここはね、追求していかなきゃいかんでしょうね、やっぱり注目していく必要はありますよね、今の話の中で、まあ、このマニフェストはね、もう昔からやってたってことを再確認したってことに過ぎないんでしょうかね。はい、では続いてのニュース、藤井さんお選びいただいてよろしいでしょうか。いいんですか、はい、じゃあね、あの関係してますね、8番目 の、 あの台湾の、はい、窓口、アメリカのね、ああすみません、こちら、はい、まあ、事実上の大使館です、ね、はい、参りましょう、こちらに続いて、いい感じですよ、これも、はい、米国対台湾窓口新庁舎、対米関係の強固象徴というね、こちら続けて深入りまいりましょう、台湾の中央通信社の記事の概要です。アメリカの対台湾窓口機関アメリカ在台協会台北事務所の金モイ所長は、先月台北市内に落成した同事務所の新庁舎について、台湾とアメリカの関係の強固さを象徴していると語りました。これは今月1日までに中央通信社の取材に応じたものです。海外の中台機関の施設を一から建設するのは今回が初めてだとした上で、台湾を重視する姿勢を強調しました。しかしアメリカが中国大陸との交渉の中で台湾を犠牲にするのではないかとの懸念は台湾内で依然くすぶっていて、モイ所長は重要な問題に懸念の声はつきものだとしながらも、アメリカ政府内で台湾を軽視するような発言や台湾政策の方針変更を唱える声は一切聞いたことがないと述べたということです。記事にはなっております、はい、で、このままアメリカ在台協会っていうのは、まあ、事実上 の、 この大使館ですよ、はい、でここがね非常に大きくなって、この開所式の時にはですね、蔡英文台湾の大統領も来てますし、それからアメリカの方も国務省の高官、はい、国務省次官補だったと思いますが、これちゃんと出てます、これこそまさに台湾トラベルアクト、井上さん僕が強調しているこの効果ですよね、行って、それでね、この事実上の大使館施設が非常に充実して、しかも、やはりね、我々も前から言っていたように、ここの警備はですね、やっぱり海兵隊がやることになりそうですね、アメリカの。ということで、事実上、数は少ないけど、アメリカ海兵隊が台湾に駐在すると、でこれなどはボルトン、今の補佐官が民間人の時にね、米軍を台湾にね、この駐在させたらいいじゃないかと、沖縄のアメリカ軍減らせっていうなら、もうそっち持っていこうじゃないかという話をしていたぐらいでね、振り分けてね、それが、徐々に一体化、現実化してきているということで。台湾もね、公式の外交関係を結んでる国が非常に少なくなってきて、これはもうはっきり言うと北京の札束外交でね、もう札束でほっぺたがこうペタペタ殴るようにしてですね、はい、おこっち来いよというふうにやって、台湾との外交関係を断絶させて、北京の方と結ばせるということをやってきましたけど、しかしね、まあ、正式の外交関係のある国が少ないのは台湾にとって確かにこれは寂しいことなんだけど、実際上世界ね、最強の国アメリカがね、事実上の大使館を強化してくるということですよね。でこの間ね、アメリカの国会でね、反チャイナのね、法律がね、下院で400対2で通ったって。これは何かって言ったらね、チャイナの企業ハイテク、特に IT のハイテク分野のね、アメリカ企業を買収に来ると
いう時に、今まで過半数の株を取る時しか規制対象にならなかった、はい、だけどねこれからもね、あの少数の株主として投資する場合でも全部開始します。ただねもうアメリカの民主党も賛成してね、もうほぼ全員一致のような票数です。400対2で可決したと。でトランプ政権はそれを推進してたわけですよね。でやっぱりね経済の方の、あの米中対立っていうのは実は軍事の元になっているのが経済だという認識ですよね。経済力が強かったからチャイナはこれだけの大拡張軍国主義ができるようになっちゃった。だから経済から締め上げていけ、でアメリカの企業でも外国の企業でもチャイナから投資を引き上げてくれと、でアメリカの企業だったらそれでアメリカに投資してきなさいよというのがトランプの根本的なやり方ですよね。でその中でね台湾これだけ重視してるということはね事実上の外交関係があるのと一緒のことなんで、台湾も決して寂しくないし、あの台湾にとっても台湾関係は命綱、まあ、その次ぐらいの命地図なら日本との関係でしょう。で日本にとってまた台湾というのはねこの本当に生命線、台湾の方も李登輝先生はじめとして言うけど台湾はね本当にもう日本の生命線だというのは、日本もシーレーンがね一番大事なシーレーンがそこを取ってる、ですから米台関係が良くなるということはイコール日本にとっても大変ありがたいことで、あって、いい方向にですね、米台関係が進んでるなと、これからやっぱりアメリカ、日本、台湾、この防衛ラインをがっちり固めていくってことがね、対チャイナ包囲網の基本になってくると思います、はい、台湾側としては非常に心強いね、知らせになるんでしょうか。井上さんいかがでしょうか。台湾が本命、本命、はい、台湾が本命です、もう要するにごちゃごちゃいろいろある最近の昨今の北朝鮮問題も含めてですよ、極東の問題、アメリカの、極東地域のこの戦略、これはね、ここなんです。要するに対中戦略なんです。アメリカのもうターゲットは対中戦略で、もう北朝鮮の方にある程度目がいってる。でも冒頭でも申し上げたようにアメリカは北朝鮮の動きっていうのをおよそ予想しており、今北朝鮮の動きというのは想定ない、想定外ではなくて想定内にしてるはずです、でそんな中で中国にとっての想定外は、アメリカが台湾に対してアプローチをしている、この状況というのは、これはここまでやっぱりやられるかというぐらい、彼らは、ちょっと驚いてるでしょう、で僕はもうその台湾とアメリカの関係がうまく、もともとね、アメリカの国内には台湾関係法というのがありまして、その中で万が一の時はそのアメリカ軍が、あるいはアメリカの兵器が台湾の方へ、供与されていくという、こんなようなことっていうのがあるんだけれども、日本それがないんですよね。もちろんその武器輸出ができないその日本ではそういうことはできないんだけれども、台湾のこの問題っていうのは、今その北朝鮮の問題の陰に隠れてきたけれども、これからどんどんクローズアップされていくと思います。で、先ほど一平ちゃんの方からも説明があった、説明というかこの記事の中でもあった懸念の声、台湾を軽んじるんじゃないかという懸念の声、これはねある意味ではこういう声が上がった方が軽んじなくて済むので、僕はやっぱりそのある意味での牽制という形では、そういうふうに言ってくれた方が、いやいやそうじゃないよっていうふうにやっぱり言わせなきゃダメでしょ。一種予防線と言いますか、予防線で、これは僕は必要だと思うのでね、なんか懸念の声が上がったからなんか本当に懸念になるっていう、日本の場合すぐそうなんです日本の場合なんかがあったら、もうあってはならないことがそんな、ことを口出した瞬間に何かが起きるという言霊進行なんですよ、縁起の悪いこと言うなみたいな、違うこういう声があった方がいいです。むしろね。むしろ。はい。